そうじゃないそうですアンダーライブ2021日目が終了しましたいやお疲れ様でした皆さんもお疲れ様でした会場行ってた人それから配信見てた人お疲れ様でしたという感じなんですけれどもちょっとゆっくりねスト見ながら振り返っていきましょう、えー、まず影慣れですね影慣れはマーヤとひなちまの生き生コンビっていうことでちょっとねもういきなりこの影慣れでひなちまが泣いちゃって 久しぶりの観客ねありでのライブっていうのもあるしこの「アンダーライブへの思いっていうのもねあると思うんですけれどもいやなんかこのおかげなれ聞いてたら会場行きたかったマジで会場行きたかった、まあ、そんな感じででオーバーチュアあっての1曲目この「アンダーライブ2 0 2 0の1発目はなんと「アンダーでした。 いややこれやばくないいすかいきなりのアンダーアンダーライブ一発目はアンダーっていう感じでもう鳥肌やばかったんですけども、えー、センターがタマちゃんとキイちゃんってことでこう2人ずつね出てきてたと思うんですけどそのセンターのタマちゃんとキイちゃんが最初出てきた時もうヤバかったもうも僕タマちゃん推しだから特にもうかっこいいし可愛かったしっていう出てきた瞬間でしかもこのタマちゃんに限らず今回みんな。 仕上がってんのよ <laughs> みんなな仕上がってなかってかりこういつもよりみんながかっこよくかわいく見えましたで2曲目がレノちゃんセンターの別かれ際もっと好きになるレノちゃんセンターもよかったですねかっこよかったで次がここにいる理由センタータマちゃんっていう感じで最初のレノちゃんとタマちゃんみたいな感じだったと思うんですけど途中で途中でというか後半の方タマちゃんっていう感じになりまして いや僕ここにいる理由好きなんすよね。ここにいいる理由はないって感じでめちゃくちゃ好きだったんで嬉しかったです。でここまでちょっとアンダー分かり上げはがもっと好きになるここにいる理由って感じで結構僕圧倒されてたわけよ。うわーって感じでこの3曲圧倒されててで次が「うぬぼりビーチ」。 もうここはねすごい楽しんだすごい楽しんだウヌボレビーチまあアイアンディションセンターっていう感じででしかもさこのウヌボレビーチあの会場にいる人に配られるスティックバルーンのリズムゲーム始まってなかったあのこうパンパンパンみたいなやつ叩くねあれ合図みたいな感じでリズムゲーム始まってたしまあこれもね、まあ、今回ならではの演出なのかなという感じで。 で,で次が「生まれたままで」ですねこれあの4色のこう衣装に分かれてみたいな感じだったと思うんですけど赤青黄色緑みたいな感じだったと思うんですけどあのエイスイヤーバスドライブでもあった衣装かなと思うんですけども生まれたままでもうめちゃくちゃ良かったで次が「誰よりそばにいたいセンターひな姉妹」ってことでもうちょっとここ僕いい意味でなんか落ち着きましたいい意味で落ち着いてたここまでさやっぱアンダー分かれギャンこルにいる理由のボルビューチ生まれたままでって感じなんかもう すごいもういい,いいんだけどめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいいって感じで,で誰よりそばにいたら「あいい」って感じで落ち着いたわけよ。落ち着いてたと思ったら次あの日とっさに僕は嘘をついたマーヤセンターってことでいやここやばかったねマーヤセンターの。マーヤセンターっていうのも新鮮だしなんかねちょっと感動したしマーヤの,その表情だったりとかダンスっていうのがセンターに立つことでより際立ってて。 めちゃくちゃゃくかかっっこよたたなと思いましたで次が自由の玲奈児さんセンターの自玲奈児こんのセいいーの玲奈児さんの最初のソロパートの歌声がめちゃくちゃよかったマジでよかったわで次が狼に口笛をセンターが純奈とリリアンかなと思うんですけどリリアンはすごい <laughs> 動き回ってたけどそんな感じであと最後のこれもね日村さんが好きなこれも。 良かったぞという感じでで次が Do My Best じゃ意味はないデンちゃんセンターですねドゥドゥドゥですよ、えー、これもう良かったですねでここの後 MC 入って MC 入るまでに10曲ねぶっ続けでやってるというのがもうすごいなっていう感じしたんですけども MC あっての次がえっ、ー、となんかクリスマスコーナーみたいな感じで乃木坂恋のメロディーっていうねのがあってその恋のメロディーであって 曲やドラマみたいなドラマっていうかその何結構前にやった全通でやったその乃木恋リアル版みたいなやつみたいな感じのをやって曲やって曲っていうのがその3曲3回続いてまず1つ目が嫉妬の権利リリアンですねセンターリリアンセンターリリアンでそのリリアンの物語みたいな感じのがあったと思うんですけどもいやこのコーナーやばかったね。このコーナーナはもう ニニヤニヤしかしかかてなかったね本当にリリアンめちゃくちゃ可愛いもんだもんだってリリアンめちゃくちゃ可愛いし、し嫉妬の権利そのままの勢いでやって制服だったんですよね制服っていうのか何ていうのそのセーターっていうのセーターじゃない制服が制服での嫉妬の権利やばかったですマジでで次が葉月かな葉月の,その物語みたいな乃木恋みたいなやつのがあって ハズキもねなんか良かったねそののなんかちょっと不器用な感じがめちゃくちゃ可愛くてでその後披露したのが「初恋の人を今でも」ってことでこれその後の MC も言ってたけどハズキが大好きなみなみちゃんのセンター曲っていうことでえ立候補したんだっけ早月がやりたいみたいな感じで言ったって MC で確か言ってたと思うんですけど良かったっすねハズキとミリアちゃんとあと誰だ えひ,なちまかひなちまっていう感じでミリアちゃんの歌声良かったなこの時のやっぱこの人数少ないとソロパートがあるじゃないですか結構それぞれのやっぱ歌声聞,聞けるっていうのがめちゃくちゃ良かったですねでラストがラストがそうラストがたまちゃんの,その乃ののぎ木,恋,木恋,恋のメロディーの物語みたいなのぎこねみたいなやつだったんですけども もうたまちゃん推しの僕にとってはもうやばかったのもうね入り込んでた入り込んであの「いやって,言ってたのダメいやいやそんなことないよ」って言ってたのよ今見た人な分かると思うんですけどたまちゃんの言ってることに対して「いやそんなことない」って僕言ってたからねもうその世界に入ってでもさその中のさ主人公マジクソじゃない ゴミだったんですよ主人公が主人公がゴミで僕なりきってたけど成りなんかもう主人公がゴミすぎて自分でも入ってたけどなんかストーリーはず進んでっちゃって主人公クソだなみたいな感じになってで披露したのが「君は僕と会わない方がよかったのかな」「これよかったっすね」「たまちゃんも」とえっ、ー、と誰だっけなえっ、ー、とれなちゃんかと純なっていう感じだったと思うんですけども。 たまちゃんの歌声もねたまあ、タマちゃん歌苦手みたいな感じで言ってたと思うんですけど全然そんなことないしレなしさんももちろんうまいしただジュンナがレベチジュンナの歌のうまさレベチって感じですごかったですねでこのあと MC がありまして、まあ、その MC でもね実際にその言葉言ってたりなんかして可愛かったんですけれども MC があって、えー、その後 VTR があっての新しい世界ですね。えっ、ー、とあやねちゃんセンターの新しい世界っていうことでいいっすねこうなんかすごいね見入ったね新しい世界はうわいいわーって感じあんあんって感じで <laughs> 見入りましたであとミリアちゃんとこの新しい世界の中でミリアちゃんとさジュンらが目合ってなんかやってたところがなんか良かったわで次が、えー、左胸の勇気 これがセンター純ナっていう感じだったんですけれどもんかね昔の映像と比べてみてみたいな昔の映像が出てみたいな感じでいいですよかったですよねこれも良かった左これいいですねで次が扇風機 i ティセンターの扇風機って感じでこれはもうさ叫びたくなるやつマジで叫びたくなるやつね まあ僕は配信だったんで思いっきり叫んだけど会場にいた人はこれ結構こらえるのきつかったんじゃないですかめっちゃだこれもう叫びたいもんほに叫びたいじゃん扇風機ってやっぱりまあそんな感じで,であとはねそのオフショットみたいな写真もあってあのなんて言うんだろうカメラ持ってたからアヤティが撮ったみたいな設定なのかな実際に撮ったのか分かんないけどそんな感じでしたとで次が君が仰いでくれた全体ミリアちゃんっていう 感じでミリアちゃんセンターもいいっすね、うん、ミリアちゃんセンターもマジでよかったで次がマイルールですねでひなちゃまセンターだと思うんですけどもこのマイルール僕好きなんですよねでこのマイルールのひなちゃまがすごかった貫禄というかガチガチだったね今までガチじゃなかったとは言わないけど覚醒してた気がしたねひなちゃまがもう。 神だったで次が日常もうもうもうよ日常ここで僕のボルテージはバーン上がったねやっぱアンダー曲の中でもダントツに好きな曲で僕まあ皆さんもそうかもしれないですけどやばいっすねやっぱり日常ライブでの日常半端ないマジでまああのガスのやつちょっとうるさかったけどガスのやつはうるさかったけど マジで最高なんですよねきーちゃん特にセンターのきーちゃんもう覚醒してんのよみんなこれにが日常に関してはみんな覚醒してるマジでガチでかっこよかったでそっからの三角の空き地玉ちゃんセンターっていう感じでこれもよかったまあ何かね日常でうわっすごい僕叫んじゃったから日常でその後はうわ疲れたと思ったら玉ちゃんセンターの三角の空き地来たからうわやべえなと思って。 そんな感じで最高ででしたで次が滑走路ねランゼのセンター滑走路ということでもうどうするの」にやられた毎回やられるけど今回も「どうするの」にやられましたね、うん、最高の「どうするの」いただきましたで次が13日の金曜日ということでセンタータまちゃんっていう感じだったんですけれどもいいね13日の金曜日もいいですよねこれも楽しい楽しくなれる、うん、めちゃくちゃ楽しかった で MC 入ってたまちゃんの今回の,、ね、その座長のたまちゃんのスピーチがあっての、えー、本編ラストですね本編ラストが「口ほどにもないキス」これが26枚目シングルに収録される新曲っていう感じで初披露だったと思うんですけれどもすごいね,可愛,いね可愛らしい曲ですね可愛らしい曲でなんかたまちゃんにめちゃくちゃ合ってる曲だなと思いましたし。 あとさなんか <laughs> あの歌詞にさ「カッコわら」あったよ「カッコわら」があれなんなんあれ何なん,なんすかどういう意図で秋元さんがあのカッコわらを歌詞にこの歌詞にカッコわらを入れたのかめちゃくちゃ気になるマジで。っていう感じで本編終わりましてでそっからアンコールですねアンコール1曲目が「おいしゃん」っていう感じでまあここまでね表題曲は1曲もやらなかったんですけれども。 ここで来ましたとということで、お次が今話したい誰かがいるっていう感じで、えー、こちらも表題っていう感じだったんですけれども、えー、センターはたまちゃんということでこのんだろうな選抜のねそのいつもの今話したい誰かがいるいつものってかもう最近やないけど、えー、いつもの今話したい誰かがいるもいいんだけどこの今回のアンダーライブのメンバーでの今話したい誰かがいるもめちゃくちゃ良かったですね。 最高でしたでその後 MC ラストの MC があって、えー、ラストですねラストの曲が乃木坂の歌ってことでセンターたまちゃんで今回は終了という感じになったんですけれどもいやもう本当にいいね結構今回に関してはほぼほぼアンダー曲だったと思うんですけど曲がもうどれも名曲ばかり神曲ばかり っていう感じで本当にアンダー曲改めていい曲ばっかだなっていうのを何回改めるのか分かんないけど感じたしまあ個人的に言うとやっぱり結構いろんなね今回人がセンターやってたけどその中でも矢部たまちゃんがセンターをやる機会が多くてたまちゃおせの僕にとっては本当に最高に嬉しいそんなライブでした。皆さんはどううででしたでしたょうかぜひね 印象に残ったところだというかを、ね、コメントしてもらえたら嬉しいですいやこれがねまた明日明後日とあと2日間もあると思うと本当に今、まあ、セトリはね違うだろうけど本当にもう嬉しい限り幸せだなっていう感じで明日明後日も楽しみにしときたいなと思いますということで今回ここで終わりたいと思いますぜひチャンネル登録、高評価、ぜひチャンネル登フォロー、コメントよろしくお願いしますバイバイ